皆さんこんにちは、マルミーチャンネルへようこそ。今回はタイムズカーシェアを利用して1泊2日の東北旅をしていきたいと思います。1日目は宮城県の秋保温泉、2日目は山形県の銀山温泉に行く予定です。普段タイムズカーシェアを利用する際は右側のスイフトを好んでレンタルしていますが、今回はある理由から左側のソリオを選択しました。それでは早速レンタルの準備をしていきたいと思います。こちらのスタンド看板はカーシェア利用中に他の車が誤って駐車しないようにするためのものです。事前にスマホから予約しておいた車のカードリーダーに自分の会員証をタッチすることで解除をすることができます。事前に予約をしていない車や違った車種の車のカードリーダーにタッチをしても解除をすることはできないので、車種もしっかりと確認する必要があります。車の鍵は助手席のグローブボックス内に入っているので、レンタル中は普通の車と同じようにこの鍵を使用して施錠と解除をします。車の操作説明の動画もあるので、使い方がわからなくて心配な方はそちらを見ることで解決します。今回ソリオを選択した理由として、後部座席の広さに特徴があります。コンパクトカーでありながら後部ドアはスライド式になっています。このように後部座席の足元が非常に広々としています。後部座席は前後にスライド移動が可能でリクライニングもできます。またウォークスルーになっているので前後の移動もしやすく、軽自動車から乗り換えた人が運転しやすいような設計になっているので前方の視界も良好です。スイフトと比べると車高が高くハンドリングではかなわない部分がありますが、今回は下道での長旅となることを考慮して後部座席も快適なソリオを選択しました。それでは早速出発したいと思います。朝5時過ぎに駐車場を出発して下道を走ること約8時間、仙台駅に到着しました。仙台駅の屋上駐車場を目指します。分かりにくいよねこれね、駅から遠いし。これそれやってたらマジで。ここが狭くてみんな嫌って。これは嫌だわ。昼食は駅前にあるタン屋善次郎の牛タン。この日の夜に泊まった宿のおかみさんもこの店の牛タンは美味しいと言っていました。塩味が効いていて最後までとても美味しかったです。仙台市内から40分ほど走り秋保温泉に到着しました。今回泊まる宿は徳川時代から栄え伊達政宗公を埋したとされる伝承千年の宿左官。秋保温泉で一度は泊まってみたい宿として知られている有名な場所です。駐車した直後に目の前にバスが泊まり、旅館までの送迎をしてくださいました。チェックインを済ませウェルカムティーをいただいた後に、おかみさんに案内をされながら自分の部屋へと向かいます。温泉旅館で自分の部屋の中までおかみさんに案内されるというのは初体験かもしれません。まだ明るい時間だったので秋保温泉の見どころの一つでもある秋保大滝を見に行きたいと思います。秋保温泉の見どころとして来来峡も有名ですが、時間的に少し厳しかったので明日の朝に見に行くことにしました。秋保大滝は日本の滝百選にも選ばれているそうです。
だけど滝の、うん、ちゃんとなってる。うわうわやばこれ。めっちゃ階段きつい。踏んである。踏んである。すげえ石立ってる。何だったの？巧みだな。ね。秋保大滝、想像以上に大きくて迫力がありました。それでは左官に戻り、夕食までの1時間ほど休憩します。
頑張ったよ。本当だよね。頑張ってタイが練習落としてくる。何のご褒美だよ。最後までご視聴ありがとうございました。サカンは夕食も温泉も言葉では表しきれないすごさでした。動画の後編では2日目の模様をお送りします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。